秀明さんのミコノスっていう歌とね、帰れない二人っていう歌なんですけど、マスカマスカの徳永さんって言って、実際太陽がいっぱいやってたりしたんで、ちょっとドキドキしながら準備をしておりました。で、まあ次はちょっとおふざけではないんですけど、40代には多分知ってる人がいるかと思うんで、そんな懐かしい曲をやりたいと思います。クッとか笑っても構わないので聴いてください。Goodbye, I love you. Goodbye. スカートを片手に息づくて潰したパパは今からこそあれから
いい、うん、ほぼほぼ決まったんですけど、10月パカパカは24周年か25周年になるんですね。はい、そのタイミングで CCB のギターのボーカルだった関口さんにライブをやっていただくことになりまして、で、今カウンターに座ってる神社鈴木とも参加してくれるっていう話で今動いておりますので、まあほぼほぼ決定したっていう段階ですので、よかったら皆さん告知してください。告知っていうか宣伝してください。ありがとうございます。でね、ここでメンバー紹介をしたいと思います。今回パカパカ音楽祭のミキサー岡本さんです。拍手してください。今月頭宮城湯ってあったのを多分知ってる方も多いかと思いますけど、その宮城湯でたまたまお会いしてちょっと声をかけさせてもらったら、快く引き受けてくれたので今日に歌っております。多分僕がミキサーやるより全然うまいんでね、改めてありがとうっていう気持ちでいます。そんな岡本さんとね出会った時に、まあ僕のライブバンバ広場でやった時にね、見に来てくれて、マスターのこの曲好きだよって言ってくれた歌があったので、まあ今日はちょっとお礼が歌ってみたいと思います。大塚愛さんでプラネタリウム。どんなに思っても聞く君は
りとともに花火がパッと開く。生きたいよ君の心に、小さな手を握りしめて、泣きたいよ、それはそれは綺麗な空だった。願いを誰も知り、そっと投げてみたけれど、泣きたいよ、届かない想いをこの次の曲は唯一のオリジナルなんですけどね、YouTube の方にもアップしてありますけど、梅酒の店パカパカのテーマソングでもある海色恋酒、僕バージョンっていうかオリジナルバージョンお送りしたいと。貴重だ。え、貴重ですね。貴重だ。初めて。そうですね。梅酒うたかたの横にあなたを待ちわびた。すっきり梅酒ほのかな香り、今も忘れぬ思いを移した。
音色恋酒でした。今日のこのパカパカ音楽祭迎えるにあたってやっぱりね、2年半できませんでした、この店も。まあそういうのを乗り越えてね、今日開催しておるわけですけどもね。もともとこのパカパカっていうのは3、4年ぐらい前だったんですけども、宮城区でアナザーリリーさんっていうユニット、当時ユニットの女の子たちに出会いまして、そこから栃木県のね、音楽も地産地消っていうので CD、 パカパカ店内の音源を募集したり、そんなところからいろいろ交流が始まりました。で、そういう中、この僕の後にやってくれる神社鈴木くんとも出会って、特にね、その神社なんかにはまあいろいろ迷惑かけながら一緒に本当に歩んできたなっていう。音源も最初なんか全然来なくて、まあ僕が短気なんで、まあ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 と、もうやめちゃうかっていう時に神社に、まあ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 と、まあ神社の口癖はまあ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 なんで。で、もう一人面白い男がいて、おまけのトメというやつがいまして、彼は説教担当なんで、僕が酔い覚めると彼は説教始める。マスターいけないです。でまあそういう感じでいろんな人にね出会いながら、そこに今日もやってくれる上田くんが参加してくれて、上田くんにもいろいろ YouTube 撮らせてもらったりね、さっき梅色恋酒歌いましたけども、ボーカルのエリナさんとか梅色恋酒をとっても素敵なアレンジしてくれたジョイさんとか、本当にみんなのおかげでここまで来ることができました。で、今日は今日でね、お手やファミリーさんとか、今日は出演者じゃないけども坂本のえっちゃんとかしんさんとか、いろんな人に出会うことによってまたパカパカ音楽祭できたことをね、改めまして本当ありがとうの気持ちでいますので、まあまあ真面目にありがとうございます。本当これからね、新コロナも落ち着いてまだまだいろいろ歩んでいきたいと思いますので、本当によろしくお願いします。で、最後はね、そういう思いをめいっぱい歌に込めて歌いたいと思います。いくつもの
見せない涙があった人知れず流した涙があった最後まで一緒に楽しんでください。ありがとうございました。